山と町暮らし木です。今日はこの丸太をナタとくさびを使って半分に割っていきたいと思います。前回はチェーンソーで、ここにあるんですけど、半分に切る方法を紹介したんですが、今日はナタとくさびで丸太を割っていきたいと思います。この丸太で作ったベンチがチェーンソーで製材というか、半分に切ったタイプと、今みたいにくさびで割ったタイプ2種類あるんですけど、こう長い方がチェーンソーでやったタイプです。で、この辺のちっこいやつはナタとくさびで割ったタイプになります。だからちょっとひねってるんですけど、木自体のひねりがあるんで、それにちょっと沿って割れていくので、こんな感じの仕上がりになります。これも割ったタイプなんですけど、細いと割とこのひねりが出にくいので結構やりやすいです。ちょっと太さが出てくるとこんな感じで木のひねりが出てきます。それでは早速割っていきたいと思います。今丸太を立てて、おなたで割っていきます。こんな感じかな。一応中心を通った感じで、このシルキーのなたで割っていきます。こんな感じでいけるとこまで入れます。それでちょっと寝かします。それで今割った感じなんですけど、節がなさそうな感じでした。で、この真ん中に割っていくときに、この割っていた先に外から見た感じで、あの節がないようにするといいと思います。だからこれやったら、あ、これとか完全に節なんで、ここが当たるようなところで半分にするとめっちゃ割りにくいので、こういうのを避けて、まあ、中にあるやつ結局わかんないんで、ちょっと博打みたいなとこあるんですけど、なるべく当たらないようにします。で、今入るところまで入ったんで、ここからくさびを打ち込んでいきます。これでナタ取れたんで、ナタを取って、ナタが取れたので、こっち側にも打ち込んでいきます。ほぼほぼ割れました。よいしょ、割れました。こんな感じで節がないと結構あっさり割れます。根元の方がやっぱり節が少ないので、根元の方を使うといいと思います。まあ、こんな感じでチェーンソーで切るよりもめっちゃ楽なんですけど、最初このナタでピシッとまっすぐ入れてるんですが、こんな感じで最初まっすぐなんですが、最終的にはこんな感じのガタガタになります。こう片っぽはこんな感じで膨らんで、片っぽは逆にこうへこみます。それで、まあ木によって違うというか、これはあんまりひねってなくてまっすぐなんで結構いい木なんですけど、これがもう木によってはこうねじれていくような感じでひねっていくので、
そのひねりを長菜とか斧で取っていくんですけど、それが結構大変なんですが、この木は結構まっすぐめなんで、この真ん中の膨らんだとこを削れば割とまっすぐになると思います。こんな感じで出っ張ってる方はいいんですけど、出っ張ってる方があったらその相方の方は絶対にこうへこむんで、このへこんだ場合は両端を削っていかないとダメなんですけど、へこんだのをまっすぐにするの結構削る量が多いので結構大変です。こっちのへこんだ方は削る量が結構多めになります。じゃあちょっと試しに、これ長菜っていう横のなんですけど、これで、これ膨らんでる方かな、この真ん中をちょっとこれで今から削ってみたいと思います。じゃあ削ります。あ、こうやって長菜で発すんのも生の方が柔らかいです。やりやすいな、まあ、やる暇があったらこれを生のうちにやってる方が良さそうです。今ざっと長菜で発ったんですが、こんな感じになりました。で、よいしょ、重た。ちょっとこっちの真ん中の方が何やろな、腐ってるというか、このへこんでる感じなんですけど、ここまで発ろうと思うと割と下げないといけないんでやめました。まあいつもこんぐらいこうなっててもここまで発っていかないんですけど、結構しんどいんで、まあ、大体のこんなぐらいで収めてます。こんな感じでくさびではあって長菜で発った感じも僕は結構好きなんですけど、あと木のその時の木によってまあ変えていくのがいいかなと思います。この割るタイプやと、まあ1メートルぐらいを限度にやっていった方が、長くなればなるほど木のひねりがどんどん出てきちゃうんで、1メートルぐらいがいいかなと思います。それ以上長いやつやったら、まあやっぱりチェーンソーでやっていった方がいいんかなっていうのと、あとはこれとかむちゃくちゃ節があるんですけど、こんな感じで節があると、くさびで割っていくタイプでは全然綺麗に割れないので、この節があるところはもう全然割れないですし、割れてもえぐれちゃったりするんで、節が多いタイプのやつもやっぱチェーンソーの方がいいと思います。くさびで丸太を半分に割っていく方法はこんな感じになります。だから大まかに分けてチェーンソーで切るのと、くさびで割っていくタイプの2種類があります。まあ長さとか木に合わせていろいろ変えていくのがいいのかなと思います。まあでも割る方は割と木に左右されるので、チェーンソーの方がまあオールマイティかなとは思うんですが、この割った
仕上がりも結構僕は好きなのでまあどっちもやっていきたいかなと思います。本日はご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。